公暦2678年5月19日15時5分です。やりすぎ都市伝説 SS、西暦2018年5月18日昨日のやりすぎ都市伝説見たんですけど、まあ、僕はやり逃げ工事の頃から、まあ、第1回から見てるんですけれどもあの、まあ、人類選別についてやってたんで、まあ、それについて、なんか語ろうかと思ってるんですが、まあ、これは僕の個人的な意見なんで、まあ、あれなんですけども、もうなんか人類選別が始まってて、この先何かあった時に人類選別があって、生きられる人間、選ばれる人間と選ばれない人間があるみたいなんですけど、これ一つの判断基準としてやっぱりインターネットやってる人とやってない人でこれ分かれてくると思うんですよ。これインターネットっていうのはその、まあ、AI とか、まあ、もしくは AI というか、まあ、それを見てる人、支配者、よく分かんないですよ。そういう人たちがこいつ大丈夫かダメかみたいなのを確認するツールだと思うんですね。選別するツール、インターネット、そのためにインターネットで普及してるんじゃないかなとか、そういうのも思ったりもしますが、まあ一つの一因としてですけども、だからインターネット全くやってない人っていうのはもうだからテストを受けてないような状態というか、まあインターネットで SNS、まあ、Twitter、Facebook とかホームページとかいろいろありますけど、ブログとか、それは今、それをやってるってことは選別のテストを受けてる状態じゃないかなっていうイメージというか、だからインターネットを全くやってない人とかいるじゃないですか。 SNS とか全くやってない人っていうのはそういうテストを受けてない状態だから、その選別のテストを受けてない状態もう0点っていうことだと思うんですよ。だからもし選別されるときに弾かれちゃいますよね。で選別されるときに、まあ、SNS、まあ、Twitter だとかそういうものでインターネットやつないで、こいつはどういう人物かっていうので、その、まあ、Twitter での発言だとかホームページ、ブログの内容、 Facebook の内容とか見て、あこいつは、まあこいつは、まあ、選別対象、あの選ぼう、こいつはちょっとダメだとか、そういうのは分かれてくると思うんですよ。まあ、いい点数取った人は選ばれるし、その評価対象の中でいい点数を取れば選ばれるし、いやこいつはダメだってなったら選ばれないし、そういうのはあると思うんですよね。だからもう隠し事とか基本的にそのできないというか、まあ、全くできなくはないでしょうけども、そのインターネットにつながってもう情報が筒抜けになってる中で、その AI ネットの中でこう見られてしまう、おそらく見られてしまうでしょう、見られてしまう中で、その AI に見られてしまう中で、もう隠し事っていうのはあまりできないですよね。そのだからこいつは人間としてどうかみたいなところまで見られてくると思うんです。そういうところで選ばれてくるとか、そういうのあると思うんですね。まず。で、また変化に対応できるかできないかっていうのがあると思うんですよ。だから、まあ、例えばマイクロチップ埋め込むとか、まあ、全人類、西暦2025年には全人類にマイクロチップを入れるみたいなことがやってましたけれども、もしマイクロチップ入れるとか、自分が機械化されるとか、じゃあ明日から火星に行ってくださいとか言われた時に、ああいいですよみたいな、あ、分かりました、それが対応できるかどうか、変化に対応できるかどうか、順応性があるかっていうところも見られてきますよね。あ、だからインターネットとか通して、あ、この人物は、大丈夫そうか、それに対応できるかとか、そういうのがやっぱあると思うんですよ。そういった時に、じゃあ明日から、まあ、あのマイクロチップ入れますって言った時に、ちょっとできませんとか、そういう人はやっぱ選ばれないですよ多分。で、あ、ちょっとどうしよう、考えてちょっと優柔不断とか、やっぱそういうよりも、あ、もう自分は、そういう時になったら、まあ、そういうの入れとこうとか、入れとこうというか、そういう入れる覚悟というか、そう、心の準備とか、まあ、マイクロチップだけじゃないでしょうし、まあ、天変地異、自然災害、まあ、いろんなその環境の変化、まあ、AI の普及発達、
宇宙に移住しなきゃいけないとか火星に移住しなきゃいけないとかそういう、いうのを対応できるような精神性があるかどうかっていうのが、求められてると思うんですよね。だから例えば日本なんて漫画とかアニメ、まあアメリカとかで言ったら映画とかハリウッドとかそういうのでやっぱ、鳴らされてると思うんですよ。いきなりなんかね、原始人の人とか戦国時代の人が今日からチップ埋めますとか宇宙に行きますと言われても何のことかわからないんですよ。で、例えば日本人って結構恵まれてるというか、アニメとか漫画とかでもいろ、まあ、ゲームとかでもファンタジーなことにすごい慣れ親しまされてると思うんですよ。だから、あ、宇宙人が今来たとしても、あ、宇宙人やっぱいるんだぐらいしか思わないでしょうし、まあ、機械がなんか喋って人間の友達になったとしても、まあ、ドラえもんとかそうですし、まあ、鉄腕アトム、古く言えば鉄腕アトムとかもそうですし、まあ、宇宙人が来て仲良くなるとか、まあ、戦うとかあるかもしれないですけど、で過去の人が、あ、未来の人が過去に来る、まあ、ドラえもんそうですけども、そういう、まあ、鈴宮春日じゃないですけど未来人だとか宇宙人だとかいろんなそういうのに日本人は結構慣れ親しまされてるんで、割と順応できる人って多分いると思うんです、普通の人に。例えば発展途上国のそういう文化に触れないで生きてた人たちって、あのそれに対応できないかもしれない。もしくは逆にピュアで対応できるかもしれないですし、それはちょっと分かんないですけれども、だからそういういろんなその価値観、多様性を受け入れやすい人は、あのやっぱ選ばれる対象になると思いますよね。機械化とか、テラフォーマーズとか、アニメとか漫画とかあったりしますけど、あれ、まあ火星に行ってゴキブリと火星で進化したゴキブリと戦って、あれは機械化じゃなくて人間の体内にこう何ていうんですか、昆虫の遺伝子みたいなのを入れて人間と昆虫をミックスさせて対応進化するみたいなやつですけども、そういうのも含めていろいろそういう漫画とかアニメとかで疑似体験みたいなのをしてるんで、だそれを見てる人見てない人でやっぱ違うとは思うんですね。だから保守的な人っていうのはやっぱこう選ばれないというか、まあ、思想の保守派とかそういうことじゃなくて、保守的かどうか、保守的か、あのアグレッシブに新しいものを取り入れていこうとか、そういう新しいものを受け入れて、順応して進化していこうという人と、保守的で対応できない人っていうのはの差はあると思いますよね。うん、あとはまあやっぱ社会で迷惑かける人とか、まあ、犯罪を犯す人とかトラブルを犯す人、そういう人やっぱ選ばれないと思うんですよね。だから新しい環境でトラブルを起こす人よりも、いや、ちゃんとトラブルを犯さない人、順応できる人とか、そういう人たちがやっぱ、選ばれていくとは思います。まあ、あとまあ自己管理とかできてる人の方がやっぱ選ばれるのかなと思いますね。だから異様に生活がだらしがなくて、異様にこう体重がすごい太ってる、体重があるとか太ってるとか、もうタバコをすごいめちゃくちゃ吸って、まあタバコ吸っちゃダメとは思わないですけども、例えばアルコール依存症だとかギャンブル中毒だとか、ちょっとやっぱそういうので自己管理ができてない人はやっぱ選ばれにくいとか、そういうのはあるとは思いますけど、まあでも体型とか太ってるとか年取ってるとかそういうの、もし自分が新しい環境でも機械化ロボット化したりするとすれば、まあ関係なくなっちゃう話でもあるんですけども、まあでも少なくとも自己管理できてるかできてないかとか、そういうのはやっぱ大事かと思いますし、まあでも年取ってるよりも若い人の方がいいかとは思うんですけれども、でも年取っててもそういう
永遠の命じゃないですけども機械化することによって、寿命が伸びたりとか、または死なない体に なったりとか、そういうのもあると思いますので、はい、だからまあ、だこればっかりは多分、才能というか、持って生まれたものだと思うんですよね。だ努力して、まあ努力して、そういう選ばれる人になるっていうこともあると思うんですけど、例えばもう根っからの悪で自分なんか嘘ついて選ばれるようにその時だけ繕っても無理だと思うんですよ。その時だけ繕って、AI に選んでもらう、その、生きるために選んでもらおうみたいなのは見抜かれてしまうので、自分が正直に生きてありのままで生きて、その人間性、その能力で選ばれるか選ばれないかだと思うんですね。なんか叩かれるから、あ、なんか選ばれるように叩かれるからちょっと、態度を良くするとか、選ばれるために、いい風に演じるとか、そういうのも多分バレちゃうと思うんですよ。長い目で見られれば。だそういうのでインターネットでバレちゃうと思うんですよ。長い目で見たときに。長い間インターネットで情報収集したりとか、この人が検索してるのはどういう検索してるのかとか、どういう発言をしてるのか、長い目で見られるから、自分の人間性とか、自分がどういう、この動画も見られてる可能性もありますし、だそれはまあ、動画なので、文章化した方がこうパッて見られるんですけども、もしかしたら AI とかの情報処理能力が高まれば、もう動画もパッて瞬時で解析解読する技術がこの先できると思うので、そうなったらすぐ、まあ、動画、あ、これどういう内容言ってるかって AI が分かって、あ、こいつはダメだ、こいつはいいわとかあると思いますし、だ取り繕うことができない、ごまかすことができない、だ正直に生きるしかない、正直に生きた上で、こいつは、次の時代に対応できるやつなのか、生かした方がいいのか、選ばれるべき人間なのかっていうことになると思うので、だその今インターネットにつながって、インターネットでこういう情報発信をするとか、インターネットでつながって、検索するとか、これはだ今テストを受けてるような状態なんですよ。だ全くインターネットやらない人っていうのはもう申し訳ないですけど、もうごめんなさい、ちょっとあなたはもう試験受けてないので、ちょっと弾かせてもらいますっていう風になると思うんです、基本的には。なんか例外として、例外テストケース、モデルケース、テストケースとして例外として、まあそういうインターネットにつながってない人類も生かそうとか、そういう試みもあるかもしれないですけど、基本的にはインターネットにつながるという試験を皆さん受けてください。それで、点数高い人は選びますし、点数低い人はもうちょっともうごめんなさいと、積極的に排除しますと。っていう風になっていくので、だから、正直に、ポジティブに、アグレッシブに、その生きていくというか、まあ、心の準備をしつつ、その環境の変化に対応できるよう、まあ、していかなきゃいけないのかなと僕は思います。では僕は生き延びたいからそういうことを言ってるわけじゃなくて、選ばれたいからそういうことを言ってるわけじゃなくて、ありのままに僕がちょっと思ったことを言ってるんですけれども、まあ環境の変化に、まあ、人類、人間、まあ、人生生きていると何が起こるか分かんないです。いいことも悪いこともありますし、その中で、環境に適応できるか、そういうのも見られてると思いますし、またその自分がどうやって生きていくか、どういうふうにプランを立てて、どういうふうに考えて生きていくかって、それまでも見られてると思うんですよ。インターネットにつながってるっていう状態で、その痕跡が見られると思うんですよ。だから、本当に、まあ、そういう時代なんだなっていうのを受け入れて進むしかないと僕は思ってます。だから、インターネットにつながると自分の個人情報が見られてどうしようとか、情報が把握されたら怖いとか、だから怖いと思ってたらもう弾かれちゃいますね。選ばれないですよね。だから
で、そんな怖いと思ってる人とか敵対するような人って選んでもしょうがないじゃないですか。だから、もうそういうものなんだっていう風に受け入れて前に進むしかないですよね。だからもう怖いから接しない、ちょっと、ビビっちゃうというか、ビビってるから接しないとか、よくわかんないからやめようとかっていうのだと、ちょっとやっぱどうなのかなってなるので、積極的に、ポジティブに、環境の変化に対応していくことがやっぱ大事なのかなって僕は思います。何が起こるか分かんないですけど、人生、はい、まあ、日々一年一年、日々刻々と、まあ、いろんな技術開発されてもう変わっていってますよ。で、僕が生まれた頃なんてインターネットなんてなかったですし、携帯電話もなかったですし、パソコンもねあったのかな、まああったのかもしれないですけど、もう家庭用ではなかったと思いますし、少なくともこんな個人が快適に使えるような環境じゃなかった中で、この数十年、僕もまだ35歳ですけども、もう35歳ですけども、もう年々年々変わってってるんで、それに対応していかなきゃいけない、日々対応していかなきゃいけないと思ってます。で、だ最後にやりすぎ都市伝説の、SS の方で、四大文明とかあるじゃないですか。メソポタミア文明とか、そう四大文明の前に、もっと古い文明があって、その何文明かちょっと忘れちゃったんですけど、そこでもう最初から宗教の施設として、存在しちゃった。普通は村とかがあった上で、村でそういうので信仰があって宗教、村があってから宗教が発達するのに、村とかがないのに宗教があったと。で、その中に、人型の、像みたいなのがあったのに、人型の像があったんですけども、それが世界最古の人型の像って説明だったんですが、その人型の像は口がなかったんですね。で、その周辺の、そういった、動物の像とかにはみんな口があるんですけれども、その人型の像だけが口がなかった。だ、それは宇宙人か、その神様と言われるような宇宙人か、どうなのかちょっと、まあ、都市伝説わからないですけども、そうだとしたら、もうその宇宙人、そういう進化した人なのか神なのかわかりませんけど、進化した、その存在は口がなくて、テレパシーで、考えを発信できると。テレパシーで。だからもしかしたら、そう考えると、今人類にもテレパシーが送られてきてると。宇宙人から。昔で言えば神とか悪魔とか、神とかそういう創造の人物とされてたもの、今で言えば宇宙人。宇宙からテレパシーが送られて、それで人間のそのひらめき、人間でいうひらめきや予言、直感みたいなのを表してんじゃないかなって僕はちょっと思ったんです。でも都市伝説、やりすぎ都市伝説のそんな、はっきりとは言ってないですけど、そういうふうに言ってないですけど、はっきりとは言ってないですけど、そういうような、ふわって作りになってましたね。そういう、なんかヒトラーとかのなんか写真とかあったんですけど、そういうふうになんか言ってないですけど、僕はだからそう今、やりすぎ見ててそうなのかなと思いましたね。だから宇宙からテレパシーを送る。で、今のね、技術、最新の技術とかを発明する。発明家ってやっぱ頭でひらめいたものを、それを実験したりして、開発実用化するわけじゃないですか。それってなんでひらめくのか。それよくわからないですよね。よくわからないけれども、もしかしてこうするとこういう風になるんじゃないかってひらめいて、それをこう開発する。で、そのひらめきっていうのは、ひょっとして自分でひらめいたのものじゃなくて、宇宙からテレパシーがその人物に、その人物は選ばれたのか、選ばれなかったのか、その人物は、その宇宙からテレパシーが来たのは存在を知ってたのか、知らなかったのかわからないですけども、少なくとも宇宙からテレパシー、宇宙からテレパシーが、舞い降りてきて、ひらめいた。それで、
何かを開発したっていうふうに思うと、もしかしたらそういうこともあるのかもしれないってちょっと僕は思いました。ひらめきとか直感ってなんでそんなふうに思うのかよくわかんないじゃないですか。まあ 大小ありますけど、すごい発明ひらめきもあれば、ちょっとした思いつきもあると思うんです。ラーメンにしようか、うどんにしようか、カレーにしようかとか、いや今日はこれがいいとか、まあ、すごい小さいのあげたらキリがないですけど、僕も今こういうなんとなく僕は今これ撮って動画を撮って喋ってるんですけど、これも僕は本当にこれ僕自身で考えたのか、それとももしかしたら宇宙のからのテレパシーでそれを感じて僕は今こういう行動してるのか、それはもうわからないですよね。だから僕はなんか今ひらめいて思いついてこの動画を撮ってます。だから僕はこの動画に限らず今までの自分の行動も直感というかひらめきとかそういうので僕は行動してやってきましたけど、だそれは僕は自分の考え自分の意思でやってきたと思ってきてますけど、もしかしたら宇宙からの操作、この人間はこれをやれ、あの人間はこれをやれっていう何らかのテレパシーが来たっていう発想もできなくはないんじゃないかなと僕はちょっと思いました。まあ、そう考えるとね、本当オカルトというんですか、まあ、ファンタジーな感じですけれども、なんとも言えないんですが、まあ、少なくとも間違いなく言えるのは、日々、いろんなことが、進化変化していっている、それは間違いないですから、もう本当にだってマイクロチップ、まあ、関さんマイクロチップ入れてましたけど、都市伝説で手に、もうすでにこれもう結構前のやつで結構前に入れてるんですけれども、だそれそのマイクロチップを入れるのが都市伝説の番組でおっしゃってたのが、西暦2025年、あと7年後には全人類がマイクロチップを入れるだろう、そういうことがやりすぎ都市伝説でやっていたので、だからもう全人類って何十億いるじゃないですか、何十億もマイクロチップを入れるっていうのは不可能ですよね。でそうなると西暦2025年、あと7年後までに何らかの形で人口削減、大幅な人口削減がもしかしたらあるのかもしれないですし、激減するのかもしれないですし、まあ、この全人類っていう意味が本当に全人類って意味じゃなくて、大まかな形で多くの人類がっていう意味なのかもしれないですし、でも全人類っていうことはもうかなりの人がもうマイクロチップを7年後には入れるっていうことなわけですよね。だからもうそう考えるとあと7年ですよ。7年でマイクロチップを入れると、でマイクロチップを入れるということは、僕がマイクロチップを入れてもそれを使う場所がなかったり、そういうシステムがなければ意味ないので、多くの大衆がマイクロチップを入れるということは、いろんなものが変わっていくってことですよね。もうだから家の鍵とか、で電車に乗るだとか、もう医療とか、いろんなものを含めてインフラが変わってくる可能性もありますし、だからもうちょっとどうなるかはわからないんですけれども、本当にどうなるかはちょっと僕は全然わからないですし、その時僕自身も生きてるのかどうかもよくわからないですけれども、そういう変化に対応できない人は、ついていけなくなるっていうのは間違いないかとは思います。もしかしたらなんか新種のウイルスで死んじゃうかもしれないですし、ウイルスとかその病とかでも何歳以上の人が死ぬようなウイルスが あるかもしれないですし、何人とかこういう地域の人にだけ効くようなウイルスがあったり病気があったりとか、もういろんなものはもう考えたらね、本当
まあ、こういう漫画とかアニメとか映画とかそういうものでね、こうそういうのそういうのでね、いろんなこうファンタジーをいろんなフィクションを、見てきた僕としてはもういろんな想定をしてしまうので何とも言えないんですけれども、まあ変化に、対応していく、まあ日々、まあ日々精進というか、まあ日々対応していくしかないですよね。まあ日々対応っていうのはだからそういう環境に変化に対応していくのもそうですし、自分自身が人間として、自分自身が一つの生命体として、向上していくように努めていくしかないと思いますね。別にその行きたいからどうとかじゃなくて、僕は自分自身がそうしたいからそうしてるわけですけれども、だからその選別選んでほしいから僕は言ってるわけじゃなくて、やっぱり生きている以上ダメなやつ悪いやつよりもまあいいやつ、優れたやつの方がいいわけじゃないですか。それは感覚的な問題ですけど、いやダメになりたいんだよ、 悪いやつがいいんだよっていう人もいるかもしれないですけど、僕はだから、どうせ生きてるなら、まあ、生命体一つの生命体として生きてるなら世の中を良くしたいし自分も向上したいし、自分が向上してそれが周りにもいい影響を与えたらいいなと思って日々生きていますので、だからまあそういうふうに、まああくまで僕の意見、まあ、一つの参考として、まあ、ちょっと聞いて、まあ、参考として聞いていただけたらなとは、思いました、という感じです。ということで、やりすぎ投資伝説 SS、人類の選別についての話でした。失礼いたします。あ、すいません、ちょっと補足なんですけども、あの選別の話で、あとその社会的不適合者とかトラブルを起こすような人も、選ばれないとはちょっと僕はやっぱ思いますし、まあ、かといって、トラブルを起こしたくない、から何も行動を起こさない、何も行動を起こさないで黙ってるっていう人もやっぱ選ばれないと思うんですよ。先ほど言ったインターネットつながってないっていう人は、テストを受けてない状態なんで、トラブルを起こしたくないから、自分を出さないで引きこもるとか黙ってるみたいな人だと、まあ、それも社会不適合者というか、テストを受けてない状態なので、トラブルは起こすのはやっぱダメですし、かといって何も行動を起こさないのもダメだし、ちゃんと行動を起こして、あ、ちゃんと周りに順応できて適応できる、トラブルも起こさないし起こさないでうまく環境と適応できる、うまく適合できる人、問題があった時に問題処理ができる人、そういう環境に適応できる人っていうのをこうインターネットを通して見たりしてると思うんですよね。もちろん現実の生活もそうかもしれないですけども、なので、全く行動を起こさない人はもうだからテストを受けてないのと一緒なので、ちゃんとだから生活して、生活してというか、まあ、まあインターネットを通してでもかもしれないですけれども、ちゃんとちゃんとこう使える人間、使える生命体だなっていうのを AI 側に見せておかないと、弾かれちゃうのかなって思いましたね。ということで補足でした。失礼いたします。